れ様。ん？あれ？千尋ちゃんは？毎日？それってもしかしていじめ？だって普通毎日出たりはしないでしょ？そうなの？そっか、そうだよね。じゃあ京介はどうするの？京介も毎日？じゃあ途中まで一緒しよう。さっきの話だけど、友達とかはできたのかな？千尋ちゃん、そっか。ほら、やっぱりちょっと心配になるでしょ？転校してすぐの時期って。そんなもんだよ、年上の私としては。それじゃあバイバイ。あっ、京介くん、京介くん、意外でしょ。だっていかにもそんな感じだし。ああ、うるせえな、もう。学校でエロ本読まないでよ。なんだっていいだろ。隠すくらいなら借りればいいのに。あ、私が手続きやってあげようか。これ貸し出しは禁止のやつなんだよ。ブリタニカと同じか。ほらほら、勉学に勤しむ生徒を邪魔すんね。本当に今日の島竹くんは変だね。何かあったんですか？偽物？の、俺の頭じゃわかんねえ。
壊しちゃいました？ちょっと気になることがあったものですから。とても変なことなんですけど、本当に変なことなんですよ。だからなんか気になるんだよね。床汚れてない？言われてみればそうですね。ここは一つ気合を入れてお掃除した方がいいかもしれないな。ほうきとちりとりできれいにして、モップ持ち出して、だから一緒に掃除しようよ。ホコリって体に良くないんだよ。ダニとかも出るしさ、サンデーも痒くなっちゃうしさ。この環境に甘んじるっての？京介くんはその程度の器かよ。せっかくの委員会活動なのにもっとエンジョイしようって気はないの？ふーんだ、いいもんね。私にはチカ子ちゃんがいますから、京介くんはカウンターに足でも乗せて葉巻でも加えながら見物しててもよろしくてよ。あ、はい、手伝います。さてと、いや、仕事の終わりが来ると気持ちいいね。なあ姉ちゃん。そうですね。けっ、働きもしなかったやつにこの爽快感が分かってたまるか。鬼シュートもグーの音も出ないこの磨きっぷりでござるよ。
うん、行きましょうか。ありゃりゃ、もう忘れちゃってるの？さっき言ったばっかりのことなのにさ。そうそう、二人と一匹のラブラブ散歩行二番目だよ。変なセンス。お兄ちゃんがいるかと思って。どうかした？毎日委員があるの？帰りましょうか。何？町の案内をしてもらうの。まただって一回だけじゃよくわからなかったからね。そう、エマちゃんも一緒に行く？そうね。そうしましょう。ちかこちゃんは？あ、いえ、私はいいです。そいつは残念。木下くんがどうかした？は？なんですか？まあ、ありますが、それが？なんです？確か公園を通って商店街に行ったよね。じゃあ今日は公園を通らないルートで駅前まで行こう。あのさ、霜ってさ、まだ降りないのかな？ないなあ、ザクザク言わせたかったのに。
え、そうですね。一番大きいのは各部活動や委員会の予算組ですね。あとは。お兄ちゃん、中央委員会に興味なんかあるの？今まで私には一度も聞いたことなかったでしょ。まあほら、人の好みなんて変わりやすいでしょ。京介くんもそういうのに興味が出てきたお年頃なんだよ。うん。お兄ちゃんの興味なら私の方が詳しいと思うけど。うん、まあそうなのかな。そうね。あの中央委員会の話はもういいですか。まるでお見合いみたいね。僕はその星を見るのが好きです。つい先日に念願だった望遠鏡を買ったところで。お兄ちゃん、私、用を思い出したから、これで。ああ。行っちゃった。その、僕も、もういいですか？いえ、では。さ、一体どうしたの？京介くん。雪がなぁ。いや、雪がね、降ったばっかりの時は綺麗なのに、時間が経っちゃうとね。まあ、雪なんていくらでも降るけどさ。